こんばんは、さかりょうです。先日無印良品で買いました。あの 10% オフの無印良品週間の時にね、買ったんですけど、このアルミ丸軸万年筆とポリカーボネート万年筆ですね。まだ使っていないんですが、今日はこちらのアルミ丸軸万年筆にコンバッターを入れてみようと思います。はい、これね、本体がアルミなんですよね。で、キャップを外しまして、で、こちらの軸も外すと、中にインクカートリッジが入っています。で、このカートリッジはヨーロッパ共通規格のショートサイズらしいですね。で、これをまあ使ってもいいんですけれども、ちょっと前にこちらリンネルという雑誌の付録に入ってたムーミン万年筆なんですが、こちらもインクカートリッジがヨーロッパ共通規格のショートサイズということで、で、まあ、今はこちらはその入っていたカートリッジを入れて使ってるんですね。先にキャップを外さないといけないかな。はい。ただね、ちょっと違うような気がするんですけどね。はい、これはまだインクが入っているので、まあもうしばらくこの状態で使うんですが、なのでまあおそらくね、これもインクが黒のはずなので、まあその黒いインク、そこまでね、私もう黒はなんか仕事用というイメージがあって、そこまであまり黒いインクの万年筆を使いたいという気持ちはないんですよね。まあ、ただこっち、このムーミン万年筆についてたもう一本のカートリッジなんですけど、なんかね、まず長さが違うよね。ここの太さも違う。こっちはまあ細いから、多分細い分には多分入ると思うんですけどね。で、これ太いし短いですよね。で、私前にヨーロッパ規格の万年筆を使っていたことがあって、まだねインクカートリッジが残ってるはずなんですよ。これですね、ヨーロッパサイズ。これはトンボのインクなんですけど、もう万年筆自体はちょっと壊れて持ってなくて、これはこうだから、この無印に入ってたのとほぼほぼ一緒ですよね。うん、ちょっとね、わかんないどうなんだろう。で、まあコンバーターをね、そのもちろん無印ではコンバーターは作ってなくって、ヨーロッパ共通規格のコンバーターということで、ちょっとこれを買ってみたんですよ。これはね、中林のです。で、ペンフォートっていう万年筆があるらしく、見たことないんですが、それ専用のインクコンバーターとありますが、ヨーロッパ共通規格っていうことで、まあ、買ってみたんです。あんまりね、なんかなかったんですよね。あとはペリカンとモンブランだったかな、ちょっと高かったんですよね。これは600円ぐらいだったような気がします、アマゾンで。ただ今見た感じ、このインクの方がここが太い気がする。どっちかっていうとこっちと
このムーミン万年筆と長さも一緒な気がしますよね。どうなんだろう、入るのかしら。ちょっと刺さずにこの辺で止めて、どうなのかな。入るは入りますね。閉まるから入るんだろう、うん、とりあえずねやってみようかな。とりあえず刺してみますって言ったけど、刺さるのかな、そもそも。コンバーターをしっかり差し込みってあるけど、そもそも刺さらないかもしれない。やっぱりここが細いからかな。見た感じは細いし、コメントにもね、無印の万年筆で使えたって書いてあったんだよな。壊したら怖いね。どうなの？刺さらないかも。刺さらないかもしれない。いいのかな。さすがにこの状態で使えないよね。多分こうした時に漏れちゃうよね、インクがね。こうして、うん、余裕があるもんね。使えないのかな。使えないのだとしたら、こっちにこのコンバータが刺さるのかどうかですよね。なんか予定が変わってきました。これはキャップを外さないと無理だった。まあインクがね入っている状態なので怖いんですけど、よいしょ。見た感じはね一緒っぽいんだよな。これに刺さるのか。いや、刺さらない。ちょっとこのインクをどうにかしたい。まあそうだよね、そうだよね。刺さらないんですかね。無理なのかな。コンバータをしっかり差し込み、差し込めないことはないけど、普通コンバータってこんなにきつい？これはもしやちょっと NG かもしれないですね。これはやっぱりそのペンフォートっていう万年筆にしかさせないのかな。入るような気はするんだけど、ただすぐ抜けてしまうから漏れるような気はする。
れではインクが吸えない。グラグラするもんね。普通カートリッジってこんな、カートリッジじゃないや、コンバーターってこんなことないよね多分。ちょっと書くので確認してみよう。書くの。もうそろそろインクが、もうそろそろ書けないのかな。もう多分コンバーターにはインクは ほぼほぼ残ってないけれども、ちょっと洗いたいなこれこれはうん、グラグラすることないもんね。これはプッシュだったっけ。まあいいや。予定がなんか変わってきました。これはまた後でインクを入れよう。もしやなんですが、ちょっと厳しいのかもね。これは入るんだよね確か。これはなんかこうやって入れた気がする。もしかしてこれもそのぐらいがっつり入れないといけないのかな。壊れたら嫌だな。こっちがっつりいけるか。あ、いけた。入ったぞ。抜けました。抜けません抜けません。あ、抜けた。だけどはめるときはやっぱりこうか。もしかしてヨーロッパタイプって全部こうなのかしらまあいいわ、とりあえず思い切りが大事ってことね。だけどさ、このインクカートリッジはいいとして、コンバーターね、このスクリューのところをなんか割ってしまいそうですよね。はい、ちょっと指をどうにかしたいです。はい、ウェットティッシュで拭いてみたんですけど落ちない、つかないから大丈夫でしょうなんという確認の仕方。ムミマネヒサはとりあえず置いといて、でこれも置いといて、でですね、インクはこの色雫の冬将軍を入れようと思います。なんとなくこのアルミのこの軸の色に合ってるかなと思いまして、はい。で一応ね、最初こうでしたよね。で、スクリューを回してこのピストンを下げていきます。これはまあプッシュ式じゃなくてピストン式なので、で、インク首まで入れて、で、戻していきます。あー、なんか手についてる。戻してるかい私。戻してなかった、逆でしたね。でひとまずこんだけ吸えましたね。まあいいか。すごい、こっちに行かない、すごいな。はい、もうちょっとゆっくり回転させればよかったのかもしれませんが、
よいしょ。お、もうかけるんかい。あ、そっか、まあここをつけてたからね。そうですよね。びっくりした。そうだわ。インクカートリッジはね、刺してからちょっと経たないとかけないけれども。そうだよね。私は何を言ってるんでしょうか。なんか汚しちゃいそうなんだけど、もう一回確認。そう、つかないはず、持っても。こっちは、これは新たな汚れ。大丈夫かな。では、一回キャップ閉めて、よいしょ。これは片付けて。はい。では、書いていきたいと思います。無印の剥がせるルーズリーフですね。持ちたくないよね。書いてみましょう。私こういうの苦手なんだよな。続けて書けない。はい。冬勝負の色だ。無印良品。アルミ。マルジック。無印良品アルミ丸軸万年筆と書いてみました。インクは Pilot の色しずく冬将軍という色ですね。まあグレーです。インクはこんな色ですけど、でこれが、まあ、こんな感じでね、めっちゃ指、ごめんなさい、汚い。乾くと退色していく感じが好きです。はい。書き心地は、そうだな、この持った時、そこまで、まあ、重心がね、そんなに重心は感じない。ですかね、軽いんですよ。なので、でペン先は細字なんでしょうね、そうコンバーターっとで、中林のコンバーター最初使えないかと思って焦りました。まあどちらでも使えないときはその中林のペンフォートっていう万年筆を買えばいいかなって思ってたんですけど、はい、まあ、万年筆はね何本あっても楽しいので、コンバーターをその刺すのに思い切りが必要です。はい、そう色合ってますよね。冬将軍のね色とね、描いた時はね割と濃いような気がするんですけど、まあすぐこんな風に色が退色していきます。そこが好き。なんかねキャップが汚れたような気がする。嫌だな、この手の汚れがめっちゃ嫌だ。で、
逆にこの逆にというかね、はあはあ、ムーミン万年筆の方はそうなの、ここがね汚れちゃうんだよね。そうだからあのコンバーターでインクで使いたくないかもって感じなんですよね。この瓶にこうやって入れた時に汚れる可能性が大じゃないですか。これ最初あの買った時にカトリッジ入れずに何も入れずにこのつけペンみたいにして使ったんですけど、その時にねここ本当汚れてしまって、なのでこれはねやっぱりこのインクカートリッジでいきたいなと思います。で使えるならねこれも使いたいんですけどね。はい、こっちは書けなくなっちゃった、開けてたからね。リンネル6ムーミン万年筆。そうちょっとさっき外したりしたからちょっとインクの出が悪くなってしまいましたね。これは付属のインクカートリッジ黒。はい、これね割と太めだと思ってたんですけど細字なんでしょうね多分ね。そうだよね、多分付録とかそういう万年筆で中字ってあんまりないですよね。はい、ちなみにこの書くのもね中字なんです。書くのもというかこの書くのは中字なんですよね。うん、ただどうなのかな、ペン先は同じような気がするんだけどな。うん、ま、書くのはもうインクが入っていない。書くのはね中字とはいえ細めなんですよね、うん、これはまあ月夜じゃない、この前も間違った、これは深海です。そう、月夜はこんな濃ゆい色じゃない、これは深海で、書くのの細字はあんまり、そう、これでも細いよね。これで書くとね、さっきのは中字だなってやっぱり思うんですよね。これは鼻以下だですね。で、まあ、中字といえばやっぱりプレピーの中字が一番太いような気がしますね。太いですよね。これこっちが月夜でした。いつも間違っちゃう。はい、うん、という感じで書いてみましたけど、そうだな、書くのの細字が一番細い気がしますね。プレピーほどではないから、まあ多分細字なんだろうとは思うんですけれども、はい、というわけで今日はこの無印良品アルミ丸軸万年筆に付属のインクカートリッジではなく中林の言えない中林のあのコンバーターを入れて、そしてインクはパイロットの色しずく冬将軍を入れて書いてみました。はい、最初ね使えないんじゃないかと思って焦りましたが、まあグッ
と思い切って入れることが必要でしたね、刺すのにね。はい、で、まあ書いてみましたけれども、書き比べもしてみましたけれども、はい、重さはね軽い、まあさすがにちょっとそのコンバーターとインクを入れたのでその重みはありますけど、多分ねこっちのムーミンマネースの方が重いような、この持った感じはね。でめっちゃ指が汚くて申し訳ないです、もうねなんか触りたくないですはい、そう、付属のインクカトリッジこれでしたね。はい、で、ま、中林のはこのペンフォートという万年筆用のインクコンバーターが使えました。はい、はい、インクこれですね、冬将軍ですね。はい、というわけでどうなることやらと思いましたが、なんとか無事に、はい、終わりましたできました、よかったです。冬将軍ね、今までスケペンで使ってて、どの万年筆にも入れてなかったんですけれども、今回からねこのアルミマル軸万年筆に入れて使えることになったので、色もねこの軸にぴったりだと思うので、まあどんどん使っていきたいと思います。はい、よかったそう、なんかね使えるっていうコメントと使えないっていうコメントとあったんですけど、はい、使いました。まあ確か今はこれだけど、前のはここがこんなんじゃなくて、もう全部このねこのギザギザがついていないタイプだったんですよね。それだと使えなかったのかな、わかんないです。使えないって言ってる方も、もしかしたらその押し込みが足りなかったのかもしれないですもんね。はい、まあただメーカー推奨じゃないかもしれないので、ご自身の責任で、もしね使われる方はお使いください。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、コメント、とても嬉しく励みになっております。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。それではまた。